思い出せない。何か大切なものをなくした気がする。お母さん、あれ違う。アイラ、一人でどっか行っちゃダメじゃないか。お母さんがいたと思ったの。あ、いるわけないだろ、こんなところに。お父さん、お母さんどこ行ったの？何回も行ってるだろ、遠いところに行っちゃったんだよ。いつ帰ってくるの？当分ずっと帰ってこないよ。だからアイラは強くならなきゃ。お母さんがいなくてもちゃんとできるよって、いつかお母さんが帰ってきた時に自慢できるように。うん、アイラはちゃんと自慢できる子になる。